はいはい、戻ってください。焼けたっていう話ですけども、はいはい、でも暑かったっていう、うん、でもね、いろいろね、イベントがあって、うん、たくさんお客さんもいらっしゃって、うん、まあ、イベントとしてはすごい良いイベントであった。一番思い出に残ってるというか、これすごかったのって何ですか？僕はあれですよ、花火の前の、東洋ですか？これはね、これはね、もう、ね、ヒデさん、僕、写真とかにすごく入ってますね。お店僕すごい あれはすごかった。すごかったよね、うん、あれは何なんですかね。バンド曲って言ってましたよね。あ、そう、バンド曲って言ってましたけど、あれはでも楽譜と何なんですか。楽譜だって、ね、普通に入れないよね、やり方なんか紅葉、うん、ね、見れない、もう見れない、見れない、分かった。それで見てる人はね、あ、それねって分かると思うんで、見てない人は何のこっちゃ分かんないんで、うん、でも映像映像撮ってあります。じゃあ後で、そうぜひ、うん、見ていただきたいですけど、すごいよかった。攻撃でした、ね、夢に出てきそうよ、ね、うん、本当に良かった、良かった、すごいよかった。でもなんか、カレーになったり、うんうん、あれもでもやっぱり音楽というかね、そう、音楽なんですよ、あれも、うん、キーが乗ってきてたんで、うん、なんか、そうそうそう、ラップに近いよね、うん、ああいうの、うん、でもああいう音とかも、本来はリズム節がついてるんで、ね、あれってわざとそういうの作ったんですよ、覚えやすいように。そう、だから歌にしたんだって、やっぱり、うん、お坊さんが入れやすいように。でもちょっとそういうのも聞いてみたいし、なんかもしかしたら、ね、カッパー大工さんとコラボしてたから、うんうんうん、もしかしたら、ね、アコースティックとコラボしたかもしれないですからね。今後そういう展開も楽しい。イモラッパーとで、いけちゃうんじゃないですか、フィッシュダイブで。皆さん、関係の人が多いからね。面白い。DJ いますね、DJ ボール。いるの？出てたよね。そう、だから、面白いね、フィッシュダイブで。そうそうそう。その辺も含む。うん、楽しみじゃないかなと思いますので、武藤さんの今後の活動もぜひぜひチェックしていただきたいなと思います。はい、あと告知っぽいです。はい、プロ野横丁が6月何日の金曜日、27の金曜日に、はい、あります。会場は駅の東口出て、横の左側の広場、はい、水広場を中心に、まあ、あそこの一角で、はい、やることが決定しました。おぜひですね、また皆さん来て、盛り上がっていただきたいなと思っておりますので、ガンガン、はい、よろしくお願いいたします。ほろ酔いと言いつつ、あれは泥酔ですからね。結構ね、みんなやってたよね。そうなんだ。盛り上がったよ。今年は行くんでね。しっかり行くんだ。ぜひ遊びに来てください。いろいろ用意、今企画中ですけどね。はい、じゃあ、あれも出てきますか？はちょっとまだ開発。泣き口にはちょっとやりたいことある。おお。その辺に合わせてますね、標準を。お、そうなんね。また決まってきたらお伝えします。はい。よろしくお願いいたします。ライブもここでね。あ、そうですね。ライブも僕とヒデさんと、今までの太鼓君と3人でちょっとなんかやりたい。うん。他にもまあ出ますので、はいはいはい、またそれも後で追って告知します。はい。はい、ぜひそちらも楽しみにしていてください。ね、ちなみにね、6月の13日の金曜日かな、うん、何日かな、うん、は、ほろ酔い横丁の宣伝に、青年部の皆さんが登場してくれるということを小耳に挟んでますので、はい、その時、まあ、みそじさんは、塚本さんですかね。兄貴ですね。兄貴が来てくれるということなんで、楽しみにしていきたいと思います。はい、ということで、はい、あっという間でございましたけれども、うんうん、もうコメントは、さゆさんから、はい、行くよと、はい、行くよ、ありがとうございます。ますお待ちしております。じゃあ最後ですね、チャンミジミの谷町コンサさんをご紹介して、店じまいさせていただきたいと思います。はい、どうぞ。その音も入っちゃってるのかな、声とともに。
早いということでね、あっという間の1時間の生放送でございましたけども、うん、月曜日がね、ウキウキハッピーお届けできたんじゃないでしょうかね。はい、皆さん今日も見てくださって、コメントくださって、チャミ TV の、ね、スタジオまで遊びに来てくださって、はい、ありがとうしきでございました。そして、みそじちゃん、みそごいさんもありがとうしきでございました。また明日も、いやウキウキハッピーにお届けしていきたいと思います。はいはい、ちなみに明日のゲストはですね、ヘンフィルムスタジオの飯塚監督が来てくれるとかということなんで、皆さんぜひそちらもお楽しみに。明日も見てね。おやすみなさーい。お疲れ様でした。いやー、かずちゃん楽しかった。